どうもこんにちは、あたりです。今回はこちら、じゃじゃん、どどん、プリキュアカードウェハース7、こちらを開封していきたいと思います。はい、以前もカードウェハース6を開封しましたね。今回は7です。はい、というわけで2023年4月に発売になりました。今年放送の広がるスカイプリキュアもラインナップされております。全種オリジナル書き下ろしイラスト。このカードウェハースのカードがまあ可愛いんだ。というわけでもう早速開けてしまいましょう。これ20個入りです。開けます。開け口、あ、これ2人はプリキュア初代もいるんだよ。なんかちょっと今回のはね、なんかちょっと変わったそのラインナップ的な感じになっているだの、なっていいなの。こっから開けちゃう。じゃん、じゃじゃーん。前回の6の時にパッケージが3種類あったんだよね、ここのパッケージ。今回はまず1個、あれ名前が出てくる、スマイルプリキュア、そしてデリシャスパーティープリキュア、そして広がるスカイプリキュア、この3種類ね。で、広がるスカイプリキュア、あれ2種類か今年は。ありました。はい、こちらです。2人はプリキュアも映っております。さあもう開けちゃうぞ。その前にまずはラインナップを確認しなければいけない。はい、1番からいきます。 SR キュアスカイ、 SR キュアプリズム、ノーマルプリンセス L、 SR キュアプレシャス、キュアプレシャス、で、ノーマルキュアスパイシー、ノーマルキュアヤムヤム、レアのキュアフィナーレ。おー、ちょっとバラバラだね。で、ノーマル、コメコメ&ローズマリー、そして、ブラックペッパーノーマル、SR キュアハッピー、ノーマルキュアサニー、ノーマルキュアピース、ノーマルキュアマーチ、ノーマルキュアビューティー、こっちね。で、レア、ミスミナギサ&メップル、レアの雪白ほのか&ミップル、ミップルとメップルね。はい、あ、ちょっと反射して、ごめんね。こういう、これぐらいでいい？MR って何?MR のキュアスカイ&キュアブラック。最新作のキュアスカイと初代のキュアブラックね。で、その次が、キュアプリズムとキュアホワイト。なるほど。そして SSR、広がるスカイプリキュア、SSR、デリシャスパーティープリキュア、SSR、スマイルプリキュア、SSR、2人はプリキュア。そして H レア、 H レアって何だっけ、ヒロインレアとかじゃなかったっけ、がキュアハッピー、キュアピース、そしてキュアブラックとキュアホワイト。ハッピーとピースだけだって。いや、まあ全員するともうとんでもない数になるから、まあ仕方ないんだけどね。以上全26種類です。そしてこのボックスに入ってるのが全部で20個。今回も全種揃いません。それでは皆様から向かって左側から開けていきたいと思います。こうね、こういくんで、まずは1個目です。前回の6の時にキュアフィナーレをことごとく外したんだよね。1枚も出なかったもんね。今回はデリシャスパーティープリキュア全部当たってほしいな。デリシャスパーティープリキュアめっちゃ好きなんだ。あ、そうだ、まあいいや。1枚目いきます。1枚目、じゃじゃん、あばば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 ば
あれこれ何プリンセスフォームだっけ。 裏に書いてあるな。あ、ありました。キュアハッピープリンセスフォーム、プリンセスキャンドルにプリンセスキュアデコルをセットし、プリンセスフォームへパワーアップということで、放送いつこれ2000何年か忘れたけども、僕めいっ子がいるんですよ。でそのめいっ子が4歳か5歳ぐらいの時にこのスマイルプリキュアにハマってて、でおもちゃも買ってあげたりとかしたんですけども、そんなめいっ子も今年高校生になりました。時代の流れってのは怖えもんですな。そしてこちらいちごクリーム味のウエハースが入っております。うん、デリシャスマイル。はいはい、広がるスカイプリキュア、
キュアスカイとキュアプリズムですよ。ここがヒロインレアだね。キュアハッピーとキュアピース。なんていうかこう、あざといイエロー。あざといイエローの初代で言うと、レモネードちゃんですか。そこからパインちゃんとかを得て、まあ、キュアピースちゃんですよ。あざといイエローの決闘。はい、行きましょう。2枚目、ドドン。分け合う美味しさ。なんだっけ焼き付ける人です。キュアスパイシー。あれじゃん。これあれ。あー、名前が出てこない。はい。キュアスパイシー。あ、でも、何も書いてないわ。あの、パワーアップバージョン。これね。米米の力でね、みんながパワーアップしたやつですよ。これスパイシーは、その、洋風なんだから、こういう感じの、あれだけど、衣装だけども、キュアプレシャスは和風だったりとか、キュアヤムヤムは、まあ、中華風だったりとか、まあ、そういうドレスになってるんだよね。劇中でそんなにね、ドレスを見せてくれないのがね、ちょっと残念だったね。あの、必殺技の時しか変身しなかったから。クールビューティーでおしゃれな中学2年生。うん。お家は高級レストラン。周りからは、高嶺の花と、一目置かれる存在。パムパムに、力を分けてもらい、キュアスパイシーに変身。一枚一枚ダラダラやってたら時間が全然足りなくなってしまうが、いいじゃないか。たまにはプリキュアのこういうのをやるのなんてそんなに滅多にないことなんだから、一枚一枚やらせてくれよ。はい、3枚目出ました。MR、 キュアプリズムとキュアホワイト。かわいい。白押しです。なんと、おお、かわいい。裏、あ、こんな感じね。こんな感じ。かわいい。なんかちょっと衣装のこのブルーっぽいところもちょっと光るな。あー、いいじゃん。さあ、それでは、4枚目でございます。やっぱりあれなのか、キュアプリズムちゃんはやっぱりみんなに大人気なのかな。なんか女の子好きそうって感じだよね。わかる、わかるよ。わかる、その気持ち。はい、いきます。4枚目。ヒロインレア。キュアハッピー。かわいい。やっぱさ、ヒロインレアがかわいいんだ。やってる、これは。こういう感じ。おー。いいっすねー。ハッピー。こういう感じ。おー。女の子って感じ。まあでもこのみゆきちゃん、みゆきちゃんか、いいよね。こうなんかこうプリキュアの主人公って感じがする。わかる。じゃあ5枚目いきましょう。まあそのプリキュアの主人公っていう意味では、今回のキュアスカイ、空晴れ渡るちゃんも最初はなんかこうおーって思ったけども、まあすぐに馴染んだね。すぐに受け入れられた。もう誰も、主人公っていうことに誰も文句言わないもんね。さあ行きましょう。5枚目。エルちゃん。エルちゃんです。プリンセスエル。おー、こういう感じです。裏が？あ、こういう感じです。かわいいじゃないですか。いいですね。この、あれだ、番組ロゴも入ってるじゃん。こういう感じです。エルちゃんも大きくなっていくのかな？これから。大きくなりそうな予感がする。プリンセスエルっていうんだから、多分番組後半とか大きくなってプリキュアになってくれるんじゃないですか。知らんけど、あれ番組後半で体が大きくなってプリキュアになってくれた子って誰かいたよね。ハグッとプリキュアの時確かそんな感じなかった。キュアトゥモローって確かそうだったよね。まあいいや。じゃあ6枚目いきましょう。6枚目、はい。はーい、来ました。みんな大好き。キュアプリズムちゃん。あれ、これなんだっけ？これ、SR、ナンバー2番。虹ヶ丘真白さん。真白？真白？真し？この、女の子大好きみたいな、このデザイン。いいよね。可愛くて。ともすれば、こっちのこのプリズムちゃんの方が、主人公だったかもしれない。あえてそれをこのパートナー側に置いてきたことで、まあでもキュアプリズムだって主人公は主人公ですから。こんな感じです。さあ、では
7枚目でございます。まだまだ7枚目です。進行が遅い、うん、7枚目いきます。7枚目。ブラペ、ブラペだ。ブラックペッパー、ちょっとなんか雰囲気違うね。なんかいつものこのプリキュアのカードとはちょっと違って、ブラックペッパー、篠田匠、ゆいの幼なじみの中学3年生、ぶっきらぼうだが面倒見がいいこともブラックペッパーに変身してプリキュアたちを援護している。実はゆいのことがてんてんてん。こういうとこなんだよね。いいよね。なんかもうちょっとこうゆいちゃんともこういろいろ一悶着あってもよかったんじゃないと思ってるけど、それはまあそれはそれとして、それはそれとして、僕はたくみくんのこと大好きだから。じゃあ8枚目だ。まあそのプリキュアに恋愛要素を入れるだの入れないだのっていうのはやっぱりこう賛否があるからね。あの肯定派否定派も多分真っ二つに分かれるとは思うんだけども、はい、8枚目いきます。8枚目。うん、おっ、きたー、デリシャスパーティープリキュア、ありがとう。これはパワーアップバージョンじゃないやつ。うん、こんな感じ。いいじゃん。裏はこうです。全員揃ってますね。いいじゃん。なんかこう放送終了後のエンドカードみたいな感じ。この感じわかる、わかる、わかるね。改めて見てもみんな可愛いんだよな。みんな可愛い、わかる。割といい感じでデリシャスパーティープリキュアが出てきてくれている。いいじゃん。はい、じゃあ行きましょう。これが9枚目です。9枚目。とありがとうございます。キュアフィナーレ、キュアフィナーレのこれはもうパワーアップバージョンですよ。はいはいはいね、はい、キュアフィナーレ、葛西天音、正義感が強くしっかり者の中学3年生、お家はフルーツパーラー、面倒見がよく生徒たちに慕われる生徒会長、ハートフルーツペンダントでキュアフィナーレに変身。こういう感じ。いやーいいね、やっぱいいっすわ。はい、じゃあ10枚目です。やっぱこのカードの絵柄いいよね。全種書き下ろしなんすよ、そこがまた良い。はい、いきます。じゃあ前半最後だ。10枚目いきましょう。10枚目。ででーん、ビューティープリンセスフォーム。いい、髪の毛のボリューム、キュアビューティーフィナーレ、フィナーレプリンセスフォームですここは文章一緒かな。ペガサスよ、私たちに力を。キャンドルつながり。あ、待って、デリシャスパーティープリキュアもキャンドルだったね。ふーってしてたもんね。あれ、名前なんだっけ。そういう細かい設定はもう全然覚えてない。ダメだな。じゃあおさらいしましょうか。キュアハッピーのプリンセスフォーム、ナンバーが10番、 SR。 そして、キュアスパイシー、これがナンバーが、5番、ノーマル。そして、MR。 MR ってなんだっけわかんねえや。キュアプリズムとキュアホワイト。これが、MR のナンバー18番。キュアハッピー。これヒロインレアですね。ナンバーが23番。見えてる？見えてるね。はい。プリンセス L。プリンセス L。ナンバーが3番。キュアプリズム、ノーマル、これがナンバーが2番。ブラックペッパー、ブラックペッパーが、ノーマルのナンバー9番。デリシャスパーティープリキュア、 SSR ナンバー20番。はい、そして、キュアフィナーレ、これがレアの7番。キュアビューティープリンセスフォーム、これがノーマルのナンバー14番。それでは後半戦です。11枚目いきましょう。はい、11
11枚目ドドン出たヒロインレアキュアピース、いいねかわいい。もうね、もうめいっ子がキュアピース大好きだったね。やっぱかわいい、かわいいんだろうね。こういう感じ。ヒロインレアのナンバーが24番。ああはい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 、ああなんかいいっすね、時代の流れって残酷だね。12枚目いきましょう。いきます、せーのドドン。おで、かぶ、え、かぶったんだが、え、かぶったんだが、困る被るのは困る。26種類で20個開封するので、あの被られると非常に困るんですけども、被りました。キュアビューティープリンセスフォームです。驚いて今鼻水出ちゃったよ、びっくりした。前回被らなかったから、これ被らないもんだと思い込んでたもんね。さあ行きましょう。13枚目、出ました。広がるスカイプリキュア、広がる、広がるスカイプリキュア、キュアスカイと、キュアプリズム。そうだ、今回のラインナップにじゃあキュアウィングはいないんだね。キュアウィングもいないです。キュアバタフライもいないです。多分次回よ、次回カードウェアハウス8で多分出てくるから、その頃にはもしかしたら追加選手も、追加選手いるのかな今年。なんか追加選手いらない気がする。でもやっぱり新しいおもちゃを出していかなきゃいけないから、多分追加選手はいるとは思うけどね。まあ、追加選手もなんかね、プリキュアじゃないかもしれない。そのなんかブラックペッパーみたいな、その外部戦士的なさ、そういうのがもしかしたら出てくるんじゃないかなって密かに思ってはいるんだけども、どう、ブラックペッパーとかシャイニードミナスみたいなね、あの感じ、キュアなんちゃらとかじゃなくて、なんかこう、あ、プリキュアなのかプリキュアじゃないのかみたいな、こうちょっと論争を呼ぶような、そういうのが出てくるんじゃないかなってちょっと思ってるんだけども、どう、セーラームーンでいうとキュアスター、セーラースターライツみたいな、わかる、わかんないか今の子は、セーラースターライツなんて。はい、14枚目です、ドン。キュアピースか、一瞬わかんなかったわ、髪の毛のボリュームでわかんなかった。キュアピースプリンセス4ナンバー12番。あれ、このプリンセスフォームもやっぱりあれな、必殺技の時だけだっけ。いや、そんなことないはず。どうだったかな、なんかあんまり当時のことは覚えてねえんだ。10年以上前だから、10年以上前、おかしいな、そんなか。はい、じゃあ15枚目いきましょう。15枚目、ドドン、ミスミナギサ、ミスミナギサとメップル、え、メップル、メップルです。メップル、メポメポ、メップルの方だよね、これはメポの方でしょ。はい、キュアブラック、ミスミナギサ、ベローネ学園、ベローネ学園女子中等部ラクロス部所属、スポーツ万能で勉強は嫌い、正義感が強いが無鉄砲、実は女の子っぽいところもあるが周囲はそれをあまり感じ取っていない、キュアブラックに変身。じゃあ16枚目いこうぜ。16枚目いきます、せーのドドン、キュアスカイ、ナンバー1だろこれは、ナンバー1エッソー、いいじゃん、この元気っぽい感じいいよね、この快活な、はい空晴れ渡るですね、あの感じ、鬼滅の刃の炭治郎みたいなあの感じすごくいいよね。わかるわかる。じゃあ17枚目いきましょう。ああいうこう、なんだろう、嫌味のないこのハキハキとしたキャラっていうのは、もしかしたら最近のトレンドなのかもしれない、これからトレンドになっていくのかもしれない。さあ17枚です、17枚目です、いきます、せーのジョン、出ましたね。
スメールプリキュア。名前言える？みゆきちゃんでしょ？もう出てこない。俺もう出てこない。弥生ちゃんだよ。弥生ちゃん。ピースは弥生ちゃん。キュアマーチはね、キュアビューティーはね、レイカちゃんとかじゃなかったっけ？道の人。道の子です。道の子。これまでのシリーズでさ、下の名前が被ってたりとかしないの？するわけないか。あえて避けるよな。さすがに被らせたりはしないよな。さあ、18枚目だ。18枚目。いきましょう。せーの、ドン！キアサーニエ！おー。髪が長い。プリンセスフォームです。あ、待って、スマイルプリキュアってもう多分過去の段で収録されてんのか。そりゃそうだよな。7までやってきてスマイルプリキュアが収録されてないなんてことないでしょ。キュアスアニエ、プリンセスフォーム。変身前の名前書いてねえんだな。なんか急に女の子っぽくなって、おじさんはドキドキですよ。19枚目と。あとキュアヤムヤムと、いや、キュアプレシャス出てないんだ。キュアプレシャス出てないんだ。キュアプレシャス来ないかな。せーの、19枚目。キュアマーチ来た。あ、全員揃った。全員揃った。お、スマイルプリキュア全員揃った。もふもふ。そう、このキュアマーチのさ、プリンセスフォームもモフ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 ォーム。これが面白いことを言おうとして滑る典型ですね。皆様は真似しないように。さあ最後、20枚目です。ここで被ったらもう僕も大貧縮、大貧縮です。せーの、ドン！来た。ヒロインレア、キュアホワイト。キュアホワイト。ナンバー26番。出ましたね。ヒロインでは今回もまた3枚出たね。前回も3枚出たけど、割と封入率は高いのかな。もしかしたらね。いやー、かわいい。いやー、かわいい。絵柄かわいいな。相変わらず。やっぱヒロインレアは、ヒロインレアはね、いいよね。いい。え、ヒロインレアにさ、キュアブラックとキュアホワイトって収録されたことないの？なんなら第1弾とかで収録されてそうなもんだけども。それでは改めて後半10枚見ていきましょう。ヒロインレアのキュアピース。ナンバーが24番。キュアビューティーかぶりです。広がるスカイプリキュア。これが、SR ナンバー19番。キュアピース。これが、ノーマルのナンバー12番。なぎさちゃんとメップルです。これが、レアの15番。レアの15番。キュアスカイ。ナンバーが1番。これが SR。SR ですね。何の略かはわかりません。スマイルプリキュア。これが、SSR。SSR の21番。キュアサニエ。キュアサニエの、ナンバー11番、ノーマル。キュアマーチ、ナンバー13番のノーマル。そして、ヒロインレア、キュアホワイト、ナンバーが26番。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はこちら、プリキュアカードウェアハウス7、ワンボックス、開封しました。いかがだったでしょうか。ちなみにAmazon で買いました。予約して買ったんで、まだ次の段の情報とかは出てないので、まだあれなんですけども、次も出たら買います。というわけで一袋確か150円ぐらいかな。で、コンビニ、スーパーなどで販売してますので、見かける際は手に取って購入してみてはいかがでしょうか。かわいいですね。プリキュアっていいですよね。この動画が面白いと思っていただけた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録もしていただければと思います。それではまた次回。バイバイ。